フラちゃん嘘ツイート監視期間。おはおはにゃん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 。体重落ちてるシーン。大好きなサンドイッチ屋さんの野菜サンド食べて早いランチ、うん、歩きながら食べれてヘルシーだシーン。大好きなサンドイッチ屋さんいっぱいあるけど野菜サンドが一番好きだシーン。カメさんがいたシーン。お花と木々と森林浴。終了。プロテインとボディメンテ飲んで夜まで我慢だね。筋トレしたらお腹空いたし、おじさま二玉盛りセット。外出たら思ったより雨きつくない。歩いて帰ろう。これやばいで。怖いですよ。プロテイン飲んでから何も入れてないからお酒用心よ。いや、頭食ったやないか。風が心地よいので歩いて帰ってる途中だけど、雨降ってきたらタクシー乗るしん。なんなの？ゲリラ豪雨？いや、今や。雨降ってきたからタクシーで帰る。怖いな、こいつ。
ここぞとばかりに部屋の中から嘘ツイートを決めた。また警察の人に職質された、うん、前もされた人だったからすぐに終わったけど、地元で何度もとか、何なの？お昼ご飯はたい焼き&かき氷。え？お腹空いたから新幹線で弁当食うしんよ。朝早かったからおもむだし、もうちょいで白髪つくしんよ。アイドル横丁1日目、暑いし暑い、超絶楽しい。赤レンガ倉庫でアイドル横丁、大盛り上がりだしんよ。お昼ご飯アイスだったしんよ。お昼ご飯お弁当だったしんよ。明日早いから
名古屋に前乗りだしん。岐阜だから五平餅食べたいしんね。岐阜感を強めようと。うまや。あーん、起きてるのクロちゃんだけ。うわ。遅くなったけど、昨日は名古屋で収録だったしんよ。収録中に後ろにおったんや。お昼は名物の味噌カツだったし。もうつけられてるやん、もうがっつり。なんかいろいろ疲れたから昨日は早めに家帰ったしん。今日は竹書房さんで取材だったし。怖これ。歩いて帰ったしんよ。頑張ったからグミ食べよう。痩せてるはずだしん。あー、何これ。これ怖い、これ怖いよ。これ怖いよな。最悪、こんなとこに隠しカメラあったしん。え、じゃあお風呂上がりも撮られてたってこと。あーん、一体いくつカメラ仕掛けられてるの。ということで、クロちゃんは超大嘘つき、あとものすごい会社だった。